文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約フランス語コンベンションでバーナポー LA プロテクションでベルスリトレルエアーティスティックは著作権に関する基本条約である1886年にスイスのベルン ベルヌはフランス語読みで作成された。通称ベルヌ条約。文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約は国際著作権法学会のビクトル・ユ合の発案により作成された。そのため大陸法における著作者の権利ライト・フ・ザ・オーサーに思想的な影響を受けている。これは著作者人格権を認めず、 経済的利害関係のみを扱う英米法における著作権、コピーライト、複製権の思想と対比されるものである。ベルヌ条約によれば創作的作品を対象とする著作権は著作者による明示的な主張、宣言がなくとも自動的に発生する。条約の締結国においては著作者は著作権を共有するために登録や申し込みをする必要がない。 作品が完成する、すなわち作品が書かれる、記録される、あるいは他の物理的な形となると、著作者はその作品や、その作品から派生した作品について、著作者が明確に否定するか、著作権の保護期間が満了しない限り、直ちに著作権を得ることができる。また、ベルヌ条約の加盟国の国民である著作者は、他の加盟国においてその国の自国民である著作者と、 同等の保護を受けることができる内国民待遇。ベルヌ条約の制定前には、世界各国の著作権法は、通常それぞれの国内で作成された作品にのみ、適用されていた。その結果、英国人により英国内で出版された作品は、英国内でのみ著作権の保護を受け、例えば、フランス国内では何人も自由な複製や販売が可能であった。同様に、 フランス人によりフランス国内で出版された作品は、フランス国内でのみ著作権の対象となり、英国内では何人も自由な複製や販売が可能であった。ベルヌ条約は、私的財産の保護という観点では、1883年の工業所有権の保護に関するパリ条約、パリ条約の次の一歩にあたる。パリ条約も、特許、商標、衣装といった、 各種産業財産の国際的な保護の枠組みを作ったものである。ベルヌ条約は1971年のいわゆるパリ改正まで数度の改正を経ている。これらはローマ改正、ブリュッセル改正、ストックホルム改正、管理規定などと呼ばれる。パリ条約と同様にベルヌ条約でも管理業務を行うための事務局が設立された。 1893年には、両社の事務局が統合され、知的所有権保護合同国際事務局、バー・ピー）が設立された。この事務局は、他の国際組織との連携を図るため、1960年に、ジュネーブに移転した。その後、1967年には、後継組織である、世界知的所有権機関、ワイポ）が事務局となり、1974年には、 国際連合の専門機関となった世界貿易機関設立条約の不可分の付属書である知的所有権の貿易関連の側面に関する協定はベルヌ条約の使用規定の遵守義務を定めている。このため世界貿易機関 WTO 加盟国はベルヌ条約に加盟していなくてもその使用部分を遵守する必要がある。 2016年2月の時点でベルヌ条約の加盟国は169カ国となっている。ベルヌ条約は1887年に9カ国が批准したことにより発行した。日本ではベルリン改正条約、ローマ改正条約、ブリュッセル改正条約及びパリ改正条約がそれぞれという名称で交付されている。日本は1899年4月18日に 加入した。この背景として、イギリスなどとの間で幕末に締結された不平等通商条約が挙げられることが多い。このような不平等条約を改正するための条件として、ベルヌ条約への加盟が重要だったとされる。ちなみに、日本はベルヌ条約の加盟の1ヶ月ほど前に、版権や写真版権などを個別に扱っていた書状に変えて著作権法、 いわゆる旧著作権法を制定した。アメリカ合衆国は著作権法の大幅改正が必要であったため条約への参加を拒否した。アメリカの著作権法では著作者人格権を著作権法による保護の対象としていないのみならず登録によって著作権が発生する方式主義をとっていたため著作者人格権の保護の対象とすることをはじめ著作物の登録に関する 一般的手続きの廃止、そして著作権表示義務の撤廃などが必要であったからである。この結果、無法式主義国で創作された著作物がアメリカ合衆国では保護されないという問題が生じたため、この問題を解決するために1952年に万国著作権条約が作成された。しかし、アメリカ合衆国は1988年に ベルヌ条約遂行法を成立させ、1989年3月1日にベルヌ条約に加盟した。その結果、万国著作権条約は時代遅れのものとなった。なお、ベルヌ条約は、米国内で直接効力を持たず、条約の義務は、米国連邦法、ベルヌコンベンション・インプラメンテーション・アクトオブ1988の範囲内で間接的な履行がなされる。 主な特徴として次の点が挙げられることが多い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。